はい、今回はですね、ちょっとね、任天堂からこのようなニュースが入ってきましたよ。任天堂 Wi-Fi USB コネクター、そしてもう一台のね、任天堂 Wi-Fi ネットワークアダプターというね、2種類なんですが、使用をね、使うことをやめてくれとのアナウンスがありました。今映ってるのが USB コネクターというもので、こちらがWi-Fi ネットワークアダプターというものになります。まあ、いわゆる無線 LAN ルーターですよね。はい。任天堂製になってますけど、まあ、製作というんでしょうかね。もともと作ったのはバッファローになってると思います。バッファロー製なんですが、一応任天堂ブランドで出したため、このようなね、使用を中止してくれというアナウンスが出ています。Wi-Fi USB アダプターじゃなくてコネクターですね。すいません。USB コネクターというものになってますけども、この2機種ね、まあ、セキュリティ的に、まあ、かなり古いものなんで、心配ということでね、中止してほしいということです。中止してほしいというか、もう使うなと言った方がいいと思うんですが、まあ、なかなかね、企業が、使うなというのは難しいのか。何なのか、まあ、命には関わらないと思うんですけど、セキュリティ的にね、やはり問題が出てくると思います。で、よく勘違いしてるというか、まあ、DS 乗っ取られても別に大丈夫じゃないとか、Wii ぐらいいいじゃんとか思ってる方もいるようなんですが、これ実は Wii とか DS、 おっしゃる通り別に大した情報入ってませんよ。名前とかせいぜい誕生日ですよね。そういった話ではなくて、よく見てみると、パソコンにね、通常はつながってると思います。特にこちらの Wi-Fi USB コネクターは、まあ、パソコンにつながってるね、ブロードバンド、まあ、回線を、まあ、拝借して、Nintendo DS に無線でつなぐというものになってるわけなんですが、DS をね、ハッキングするのではなくて、パソコンの方にね、ウイルスを送り込むという、ことが普通考えられると思うんですよ。で、右側のこちらのね、Wi-Fi ネットワークアダプターも同じだと思います。Wii だ、DS だをハッキングするのではなくて、パソコンの方をね、乗っ取るということを考えてるんだと思いますよ。自分ちょっとね、天才ハッカーではないので、全くわからないんですけども、こういったね、ことが、まあ、セキュリティ上かなり甘いんですよ。特にね、こちらの USB コネクターの方は DS が簡単につながるように、まあ、確かね、WEP という方式なんですよね。WEP は PSP も対応してましたけど、PSP でね、Wi-Fi を探すときに、そういった画面がありましたけど、よくね、WEP というので、パスワードも設定してないものが過去に見ることができました。近年はもうほとんど見かけないんですが、2004年とか2005年かな、主にね、非常に、パスワードすら設定してないところがね、よく、Wi-Fi を探してるときにヒットするんですよ。あ、こっから入れちゃうじゃんみたいなね、外うろついてるだけでも多数ありました。実際乗っ取って、なんだろうね、インターネット回線に入ってる人もいたと思いますよ。ただまあ普通にね、データっていうのかな、ダウンロードしたりとか、そんなレベルならいいんですけど、悪意のある人がね、そこから入ってきて、まあ PSP だ DS だはいいんですけど、こちらパソコンの方にね、侵入してくる可能性もあるんじゃないでしょうか。詳しいことはよくわかんないんですけど、だからそういった意味でね、この機器、Wi-Fi USB コネクターと、ネットワークアダプターというものが、まあ、セキュリティホールとなって穴となってね、パソコンなどに侵入してくると。で、要するにパソコンをね、自由自在にハッカーに乗っ取られてしまうと、まあ、そこを踏み台にしてね、自分被害者なのに今度加害者になっちゃうわけですよ。踏み台なんでね、加害者になってしまう可能性もあると。いつの間にかに、知らないうちに。まあそういったね、怖さがありますよ。普通のね、コロナウイルスとは違って、この、
パソコンのウイルスの方はね、もう厳格なんでね、曖昧さがありません。もう狙ったターゲット、穴があればズカズカと入ってきてしまいます。ちょっと体が強いから大丈夫だとかいう次元ではなくて、コンピューターの場合はね、デジタルなんで、いとも簡単に穴があれば入ってきます。ということでね、まあワクチンプログラムがあるからいいやとも言いますけども、まあこの古いものに関して言えば、もしかしたらもう対応してないかもしれませんし、まあそもそも穴なんでね、あっさると侵入してきてしまう可能性があり、パソコンがね、乗っ取られてしまうという感じがしなくもないと。正直自分その辺のね、セキュリティ関係はよく知りません。知らないんでよくわかんないんですけど、まあ任天堂がね、あえてもうどうでしょう、15年以上前の商品に対してこのようなね、警告を発しているということは、まあまだ使ってる人がいて、かつまあ被害があったとは聞いてませんけども、リスクが高まってるということでね、使用をしないでほしいということ、要するに使用するなと、新しいものを買えと訴えております。ただ DS に関して言えばね、本当にウェップまで落とさないと、セキュリティを落とさないと、通信できませんので、まあどうなんでしょうね、それを使ってる人っているんでしょうか。いや、なんかこの間ね、まだ使ってますよって人がいたんですけど、まあ使ってすぐこうシャットアウトしちゃえばいいと思うんですけどね、つけっぱなしにしておくとか、ずっとね電源入ってると穴が開きっぱなしなんでね、電源落としちゃえばいいんですけどね。まあ実際ちょっとね、自分もわかんないんですけど、そのわずかね穴が開いてる時間帯にウイルスを放り込まれて、パソコンの電源落としても再び電源オンにしたりとか、陰でこっそり動くとか、そういったプログラムも存在してるのかどうなのか、そういったものがあると、わずかね数分だけポートを開いたがために自分が踏み台になってしまうとか、そんなこともあってもおかしくないのかなと思いますが、まあいずれにしてもね、任天堂自らこういった警告を出しております。使わないでほしい、要するに使うなと。これは任天堂のね、こういったものだけじゃなくて、おそらく2000年代のこういったね無線の機器なんかも当然古いので、最新のねセキュリティ規格のものに買い替えた方が当然いいはずです。壊れるまで使うっていうのも、まあ掃除機とか、洗濯機ならともかく、こういったものね、セキュリティ関係のやつは壊れなくても買い替えた方がいいのかなと思いますよ。さすがにね、15年とか前の機器は不安ですよね。随分とあれからいろんなセキュリティ規格もできてますんで、まあそういった意味ではね、もし使ってる方がいるんであれば、新しいもの、常時使ってる方ですね、まあ一瞬つなぐぐらいなら保証はしませんが、パッとやる分にはいいと思うんですけども、まあできればね、新しいやつにした方がいいのかなと思います。まあ先ほども言いましたけど、このね任天堂製以外にも、2000年代のね Wi-Fi 機器を使ってる場合は当然古い規格になってますんでね、買い替えちゃった方がいいと思います。はい、専門家ではありませんが、ちょっとね数日前に任天堂から、お知らせが出ていたため振り返ってみました。そんで最後にうんちくを一つね、まあ知ってる方多いと思いますけど、このね、Wi-Fi ネットワークアダプターに入っていた AC アダプターって、これなんですけど、まあおそらく見たことあると思うんですよね。そう、実は 3DS とか、まあ 2DS、そして古くは DSi なんかは、この AC アダプターが入っています。そうなんですよね。このコネクタの形見たことあると思いますけど、そう、なんとこのね、この AC アダプターの起源は、任天堂 Wi-Fi ネットワークアダプターに入っていた AC アダプターが一番最初で、以降 DSi とかね、3DS、2DS など、まあ任天堂携帯機をね、支えた AC アダプターとなったわけなんですよ。それだけにね、ちょっと感慨深い AC アダプターなんですが、まあほとんどの方はね、何も感慨深くないと思いますけど、まあそのね、
事情を知っていると、ついにこのねネットワークアダプターも終わりという話になりました。ではまた。